はい、じゃあ今回はですね、ここに3つの3種類のスティックがあるんですけども、これを実際にこうマイクを通してレコーディングした時にどんな音の違いが出るのか、こちらご紹介したいと思います。ドラムスをやっている方でスティック選びにすごく迷っている方、まあ、僕も含めて今もそうなんですけども、まあ、なかなかこう自分に合ったスティックって、まあ、種類が多すぎていてどれがいいのかっていうのを迷っている方も多いと思うので、こちらの動画を参考にしていただければと思います。この3種類のスティック、一つはですね、こちら、ビッグファースから出ているメイプルという、ドラマをしている方なら比較的こう、ヒッコリーというのがオーソドックスなものだと言われていますが、メイプルはそれに比べてこう、硬い木で非常に折れやすいですね。で、軽いのもその特徴です。なので、こう、これ実はヒッコリー、同じビッグファースのヒッコリーなんですが、こう、一見、こう、こちらの方が、長くて太くてこうしっかり頑丈そうに見えるんですが、こちらの方が非常に軽いですね。こちらは逆にヒッコリーで、まあ、オーソドックスなスタンダードな素材となっています。でこちらはブランドが少し違うんですが、プロマークから出ている、これもヒッコリーですね。でこれなぜこの3種類かというと、形状太さも違うんですが、このチップの、形がそれぞれ違います。この2つは一緒のエッグ型のチップと呼ばれている、エッグもしくはオーバルですね、この丸いこう楕円形の形のチップをしています。逆にこのビッグファースの、ヒッコリーの場合はこれティアードロップと言って、こう涙の落ちるこういう形ですね。よく絵文字とかで出ているああいう形、こう先が少し尖っている鋭角になっている感じのものです。これは比較的、そんなに鋭角ではないんですけども、ま、中にはすごく本当に先が尖っているような、この僕の、トレーニング用の、これもビッグファースから出ている、かなり、これはマホガニーなんですけども、ま、こんな形のティアドロップ型もあります。でなぜ、この3種類にしたかっていうと、まあ、実はこれとはまた別に、まあ、他にもナイロンチップがあったり、一番オーソドックスなものでこう完全なサークル丸型、あれもあるんですね。ただこの3種類何が特徴的かっていうと、こうダメによって音が変わると。例えばこう太鼓のにこう平行に置くのか、もしくはこう極端に言えばこう垂直に叩くのかで、その間を取ったりとかで様々な音を出せると言われているんですが、果たして本当にその音の違いあるのかどうかっていうのを検証してみたいと思います。それでは、まずやってみましょう。
はい、という感じでいかがだったでしょう、音の違い感じられたでしょうか。まあ、他にもいろんな形状があるので、いろいろ皆さんも試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。